オートショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成4年式 AZ1 走行10万キロです。はい、まずは外装からのご説明です。外装はですね、エアロ関係はノーマルですね。リアもウイングついてない分ですね。で、車高、足回り変わってますので車高が、程よく落ちてますね。そして、なんといってもこの僕の大好きなボルクの、T37 ですねが入ってますね。で、これブレーキパッドとかもですね、プロジェクトミューのが入ってますんで、ちょっとワンポイントでいい感じですね。はい。で、外装ですね、ほとんどもう目立つような傷などはないです。バンパー見てもですね、すごく綺麗です。ボンネットも目立つ飛び石とかはございません。で、外装はこれ基本的にはプラスチックなんでへこみはないですね。これサンシェードとかもしっかりついてますね。この AZ1 の文字の入ったやつですね。はい、リア周りです。バンパーの下の方とかこう角の方を見てもですね、本当にこう綺麗で、目立つような傷とか本当にないですね。ここにうっすらとなんか塗装浮きみたいなのがあるかなって感じですかね。ミラーとかも綺麗です。よくここ色あせてたりとかですね、ここはカサカサしてるとかあるんですが、そういったのもないですね。で、飛び石傷とかもないですね。フロントガラスも綺麗です。はい、以上外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。内装の説明の前にですね、このドアがちゃんと上で保持されるかどうかですね。これご覧の通りしっかりと上で保持されます。落ちてくることはないですね。はい、で、内装の説明ですね、ハンドルですね、車外変わってますね。多少のすれなどはございますが、まだ全然こう綺麗な感じですね。で、握った感じもものすごく握りやすくて、これ AZ1 に本当向いてる直径ですね、大きさとかもですね、運転しやすいです。で、シュートノブも変わってません。シュートノブはちょっとすれ、剥がれみたいなのがありますね。で、ダッシュボード加工等はございませんね。で、プラスチックもすごく綺麗ですね。で、ディマースイッチ、これ多分新品に近いような状態なんですよね。ちょっとアップでこんな感じで、だいたいここ色あせてるのと、文字がなくなってるのとかですね、あとひどいのになったらちょっとフラフラしてるのとかがあるんですが、それがすごく綺麗です。ワイパー側もこんな感じですね。で、コラムカバーとかもですね、ちょっと多少の傷はありますが、よくこう白くこうカサカサなってるんですが、そういったのもございません。すごく綺麗です。で、シートですね、シートですね、これ多分補修が入ってますね。多分へたりがあったんでしょうね。それに多分こっちの内側から多分こう入れたんでしょうね。すごく弾力がものすごくあります。むしろノーマルよりあるぐらいきっちりしてますね。で、ちょっとこういった芝とかはもちろんございますね。はい、助手席はご覧の通りですね。はい、以上内装のご説明でした。はい、続きまして、エンジンルームといっても、これエンジン後ろですので、フロントフードとリアフード内のですねご説明ですね。こういったうっすら錆はございます。こういったのですね、ただ全然大したものではないですね。腐食等はないですね。で、このフロント周りのここら辺もライト下とかもすごく綺麗です。このコアサポートのところもですね、こんな感じですね。ちょっとアップで映していきます。はい、次はリア行きますね。その前にちょっと全部ちょうど今開けてますので、
レジェットバンク全部開けた時がかっこいいですね。で、内装のご説明の時にもご説明しましたが、こうドアもしっかりと保持されますね。はい。で、エンジンルームですね。これもフロント同様ですね。もう触れる箇所ないです。すごく綺麗です。こういったパイプ類とかもですね、これ状態がすごくいい。変えてるかどうかちょっとさすがにわからないんですが、本当に状態いいです。やわさとかのつまんだ感じもですね、弾力もしっかりありますし、でマフラー買ってますね。はい、これはものすごく状態です。はい、以上エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、こちらの足周りが変わっておりますので、そちらからですね、フロント、リアともに変わっております。これはカヤバの分ですね。はい、で各部の状態ですが、まずこれ、左フロアですね。で右フロア、まあ表面錆はありますね。ただ深いこう腐食とかですね、例えばもうエディトワンこういったとことか結構腐食するとこなんですが、そういったとこがすごく綺麗ですね。はい、ではリアに行きますね。はい、リアの足も、フロントと同じですね。で、このフロアからの立ち上がりの、ちょっとすみません、逆光で映りにくいですが、こういったとこですね。こういったとこも結構腐食してる車両とかが多いんですが、それも特に見受けられませんね。こんな感じで継ぎ目とかも綺麗です。はい、で足とかもこんな感じですね。状態いいですね。あとマフラー変わってますね。はい、以上下回りのご説明でした。